はい、えー。ではですね、えー、2023年予備試験、口述試験ガイダンス、えー、始めていきましょう。担当はレック先任講師の中野です。よろしくお願いします。えっ、ー、と、じゃあ早速ですね、えっ、ー、と、ガイダンス始めていきましょうか。えっ、ー、と、今日のガイダンスは、あの、30分程度時間使いまして、まあ、あの、これから行われます、えー、この口述試験のですね、あの、まあ、 受け方であるとか勉強方法、勉強方針、それと心構えなどについて話をしておきます。で、もちろんですね、あの、実際に問題もまあ今回のこのガイダンスで触れはしますけれども、まあ30分しか時間もありませんので、まあまずは概要概略に留めましてで、詳細なこの最新の過去問ですね、これは続く口述徹底対策講座というところでまた話を進めていきます。 えっと、じゃあ、まずですね、えー、この、工述試験についての、まあ、概要概略について話をしておきますけれども、えー、まず、試験日程ですね、えー、ここはもう皆さん、重々、あの、ご存知の通りかと思いますけども、えー、年明け、えー、令和6年ですね、1月の20日、1月の21日、えー、土日の両日を使いまして、えー、いわゆる、浦安の総合センターの方で行われます。で、あのー、 まあ、都内で、まあ、住んでる方で、通う方とかはですね、あの、京葉線とか、まあ、そういったところで、あの、浦安の方面まで行ってですね、まあ、そこから、あの、まあ、徒歩で、ちょっと、ちょっと歩くんですよね。まあ、なので、あの、まあ、ちょっと朝から結構時間はかかりますので、まあ、必ず、あの、遅刻とか、あと、ま、寝坊とか、えー、そういったことをせず、まあ、ちょっとまあ、あの、地方といいますかね、ちょっとま、会場が遠い方は、 ま、近くのホテルを取った方がいいです。まあ、ちょっとあの、ディズニーランドがすぐそこなので、まあ、つが今、あの、京葉線、京葉線って言いましたけども、あの、正直ですね、私もそうだったんですけども、あの、土日とかですと、あの、ディズニーランド行く人たちのですね、その、集団というかカップルというかですね、あの、それと同じ電車なんですよ。で、しかも朝一なので、ちょうどその私が、あの、試験受けた時、 がですね、確か、あの、まあ、確かというか、あの、ペアルックのカップルがめちゃめちゃ多かったんですよ。で、あの、おそらくまあディズニーランドで、まあ、定期的にですね、まあ、そのペアルックキャンペーンとかフェアとかやってますんで、まあ、q r キューブはそこなんだろうなっていう推測を働きますけども。まあ、だからペアルックでこう、割と盛り上がってるカップルがわーっといるのと、あの、スーツ着てですね、あの、ものすごいこう、なんか、 死んだ目をしているようなですね、受験生とっていう、本当にもう完全に二極化してましたけども、まあ多分皆さんもあの、そういったところに、まあ、当たればですね、まあ街中、そういうふうなあの思いはするかと思いますけども、まあまあ、たった2日間ですので。あとは、あの、公述試験のまあ概要、概略としましては、えっと、試験科目のところですね、まあ、ここはあのいわゆる、えー、法律地図も基礎科目、 ということになっています。まあ、ですから、いわゆる、え、民実まあ、民事実務基礎、まあ、それと、刑事、刑事実務基礎科目、えー、この二つですね。まあ、ですから、実態法、まあ、それこそ民法刑法、それと民、民訴刑訴えー、プラス、法則倫理、えー、ここからですね、えー、それぞれ出題がなされます。まあ、本当にもう、あの、論文で皆さんがやったような、あの、実務基礎科目の、え、口頭バージョンですね。 ま、なので、あの、論文試験のですね、勉強の、こう、テキストとか、まあ、そういったところをちゃんとこう、もう一回見返して、まあ、それこそ何でしょうかね。えー、刑事図とかでしたら、あの、公判前整理手続きの流れとか、あとは実態法であればですね、えー、各犯罪の構成要件とか、あとはま、メジャー論点。まあ、民法でもですね、あの、いわゆる民ー係を まあ特に手続きあたりは、あの、すぐまあ忘れがちですから、まあそれこそ何でしょうね。あの、例えばコロコロこういうふうな場合には、えー、文書提出命令の申し立てをとか、まあそういったことをあの答えたりもしますんで、まあ手続き周りも含めて、えー、ちゃんともう一回復習をですね、しといてください。あと、ちょっとまあ時間もあんまりありませんので、まあ具体的にどんな問題が出るのかってところをですね、 あの、平成26年若干古いですけれども、まあ、これで見つつ、で、実際の雰囲気がどうだったかとか、いうところをお話をしていきます。まあ、ちなみに、ま、どうでもいいですけども、あの、なんでこれちょっと前の問題になってるかっていうと、あの、ちょうどこの平成26年がですね、あの、私がちょうど口述試験を受けた時の、えー、この問題なんですよ。で、えー、今日レジュメに、あの、まあ、それぞれ、まあ、刑事と民事ですね、 あの、乗っけてますけども、あの、まさにもうこれがですね、あの、私の、あの、いわゆる再現になります。あの、上の方に、あの、口述試験再現ってありますけども、これ私が受けて、で、私が、あの、ちょっと受験時代に、あの、再現して、で、レックに渡したっていう、あの、そういうものですね。あとは、ま、具体的な対策方法。ま、これはもうさっき、あの、ちょっと前倒しで話をしましたけれども、え、民事刑事、ま、それぞれですね、 あの、実務基礎科目のテキスト。ま、それを使いまして、ま、民事であれば、ま、他にも要件事実とか。あの、特に要件事実とかですね。あの、それも普通に聞かれますし、当然その前提として、え、事例が与えられて、じゃあ、これ頃こ,こういうふうな場合、この人はいかなる法的な手段を取りますかっていうところで。まあ、まあ、例えば、え、じゃあ、これ頃こ,こういうふうな手段ですと、いう答えたら、じゃあ、その要件事実はとか。 まあそういうふうに、こう、流れで、質問がなされているわけですね。まあしたがって、あの、冒頭のところで、こう、なんか突っかえちゃいますと、本当にもう、時間がですね、あの、それだけで、こう、どん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 、こう、足りなくなっていきまして、で、それで最終的には、予定している質問がですね、全部消化できずに、で、消化できなかった質問はもう0点扱いになっちゃいますから、あの、点数がですね、あの、ガーンと下がるってことになります。 あの、そこはもう、あの、重々注意をしてください。で、あとですね、あの、ちょっとこれから、あの、問題を見るにあたって、まあ、ちょっと、ここに書いてない注意事項だけ、まあ、実際の私の経験に基づいた話をしておきますけども、あの、もう本当にですね、口述試験っていうのは、あ、実際にはですね、口述試験っていうのはちょっとメモっときますと、ええー、と、まず朝、あの、 この、浦安すのですね、総合センターに行くじゃないですか。で、朝行ったら、まあ、当然、まあ、あの、受験生がわーっとですね、あの、そこら辺にはま、たろってるんですけども、ある程度こう、時間になりましたら、あの、中入ってくださいっていうふうに、あの、係員から案内されるんですよ。で、あの、靴脱いで、ま、スリッパに履き替えて、あの、ちょっとこっちに書きましょうか。まあ、板書で配ることじゃないですからね。まあ、それで、あの、でかい体育館の方にですね、 あのまず通されるんですねで,でかい体育館であの普通にパイプ椅子でこう列があるんで、まあ、そこにわーっとこうやって座るんですよ。あとは、えー、この列の半、まあ、ごとにですね呼ばれるんで、えー、この出入り口のとこからこうそれぞれ半ごとに出ていってで、えー、ちっちゃいこう小部屋がいく,いくつかあってるよいしょ、まあ、これは廊下ですけどねこれが廊下で。 で、これがまあちっちゃいいろんな小部屋なんですけども、ちょうどこの辺りにまあ待合所みたいなのがあるんですよ。で、ここに皆さんがですね、こうまた、グループごとに、えー、ここでまあ、何人ぐらいですかね、10人ぐらいですかね。で、ここでまあ待って、で、呼ばれたらこの小部屋に、まあ当然ノックして入っていって、で、主査副査って言いますんで、で、そこでまあ腰掛けて、 で、そこで、ま、いろいろこう、講述試験を受けて、で、終わったらまた、えー、帰っていくと。で、終わったら、まあ、あの、戻っ、まあ戻っ、戻、あ、ここには戻りませんけども、あの、別の待機場所があるんですよ。あの、こっちに戻っちゃうと、あの、試験内容とか全部これ、あの、ばらされちゃうんで。まあ、だからここで、待って、で、時間が来たら帰ると。いうふうな流れですね。あの、 だから、まず、ここにいるときにですね、あの、携帯電話とかも、あの、封筒に入れて全部預かりになります。あの、外部と連絡取っちゃいますと、試験が、問題が漏れたりとかですね、しますし。はい、えー、よろしいですかね。で、ちなみに、あの、外でたむろってるときぐらいはですね、まあ、顔見知れもまあ何人かいるんで、 まあ、言えない人もいるかもしれませんけど、私の時はですね、あの顔むしれも何人かいたんで、あのまあ適当に喋ってて、そんなにまあ緊張してないんですけども、で、ここに入って、で、この待合、まあ、こう発射台と言いますかね、え、ここに通されて、ちょうどここが一番緊張するんですよね。歩きからでどうしよう、これからだどうしよう、みたいな感じで。で、そこで、え、実際に入っていって、まあこの、はい、ノックした、はい、 って言あとはまあ喋ってるうちにだん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 こう気持ちが落ち着いていくんですけれどもだから最初の1問2問ぐらいがですね本当にもうあのミスりやすいんですよなんとなくわかりますよねあの一番最初が一番緊張するじゃないですかどの試験でもまあ論文でもまあだんだんこう書いていけば気持ちも落ち着いていくんでなのであの本当もうあの口述の場合はですね あの、一番最初の第一問目。あの、そこを本当にも集中して、で、そこをミスらないようにしてください。あの、特に、あの、事例とか、あの、まあ、事例前提に聞かれますけども、事例とかは全部あの、口頭で、あの、言われて、で、その、口頭で言われた事例を、えー、頭の中でしたのを覚えた上で、えー、答えるってことになりますからね。まあ、ちょっと民事の場合は、 あの簡単なパネルとかありますけれども、刑事の,の場合はですねあの、基本的にパネルありませんので、まあ、それであの覚えて答えるのはできませんからあの、結構大変です。緊張状態になると、どうしてもあの集中できないとか、記憶がこう聞いてもすぐ忘れちゃうとかありますからね、人間の防衛反応といいますか、はいで。あとはちょっとあの、まあ今日ガイダンスですので、まあ ちょっと抽象的な、まあ、心構えみたいなところになりますけども。あの、まあ、ちょっとこれはレジュメじゃありませんけどね。あの、法務省が、あの、ホームページに載っけてるやつですけども。あの、これ直近の、あの、去年のデータです。令和4年の。まあ、ちょっと皆さんには配ってませんので、まあ、ちょっと画面だけで見てほしいんですけども。あの、講述試験ですね。本当にもうめちゃめちゃ緊張すると思うんですけども。あの、合格率はですね、 ま、ちょっと途中欠席者が一人いましたけども、あの、合格率は、この481人の中で、472人が受かりますんで、あの、約ですよ、おおよそ98%が受かってるんですよ。で、これまでの、あの、工述試験の中の、ま、歴史をですね、ござっと見ても、一番最低の、一番、 合格率が低かった時でも、えー、91%ですで。特に最近はですね、あの、合格率がどん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 高くなってきています。まあ、それがまあ、受験数のレベルが上がったのか、まあ、ホーム、あの、この受験のですね、こう、ちょっと方針がちょっと変わってるのか、ちょっとそれはわかりませんけども、まあ、いずれにしても、あの、95、96%ぐらいは受かるんですよ。要は、あの、 とにかくですね、あの、寝坊とか、まあ、ちょっともうネットだけ書きますけども、寝坊とかですね、あるいは、えー、遅刻。これさえせずに、とにかくもう時間通りにですね、あの、受験課長に行きさえすれば、それで98%受かる試験なんですよね。まあ、平均するとまあ95、6ぐらいになると、なりますけども、本当もそのレベルで受かるんですよ。そんな試験って普通ないじゃないですか。 したがって、あの、とにかく、あの、平常心というか、あの、もう絶対受かるという前提で、あの、まあ、ドーンと構えるぐらいのですね、感じで結構です。あと一番やっぱり怖いのが本当にパニックですよね。私も正直民事の方で、ちょっとこう、答えられない時があってですね、うわってなっても、本当頭パニックですよね。真っ白ですよね。で、一応そういう時でも、 あの、普通に誘導はしてくれます。あの、試験管がですね。で、あの、誘導に乗っかって、あの、答えることができればですね、あの、それで、一応ギリギリ、あの、プラマイゼロで、あの、折り返しができますんで、あの、とにかくまあ、やばくなったとしてもですね、あの、もう焦らず、ま、ちょっとすいません、わかりません、とか、あの、なんかちょっとタスクベネこっちから求めたりとかも全然 OK ですので、 あとはまあ、皆さん、まあ論文を書ってる前提で話をしますけども、まあ論文を書ってるような方であればですね、あの、ある程度は、まあその、自分の中のルーティンというかですね。まあ例えば、試験の前は必ずなんか、まあ、例えば私のことかであれば、えなんか、この腕時計を絶対に使うとか。あるいは、試験の直前には必ずですね、あの、チョコレートをちょっと何かけらか食べて、あの、頭の回転。 こう血糖値上げて、みたいな。頭の回転上げて、とか。まあまあ、何かしら絶対あると思うんですよ。まあ、そういった普段の、まあ、玄すぎでもいいんで、あの、そういうことをやって、ちょっとまあ、心を落ち着けつつ、あの、本番に臨んでください。あの、とにかくもう、あの、行きさえすれば受かりますから。あとはちょっとまあ、ざっくりですけども、あの、合格点ですね。 あの、普通にまあ、あの、民事と刑事で分かれてまして、え、それぞれまあ、1日ずつで、あの、実施されますけれども、え、合格点が119点以上。で、これはですね、あの、民事60点で刑事60点っていうのがまあ、一応基準点で、で、合算して120になりますね。で、一応ですね、あの、まあ、枠組みとしましては、 63から57の点数つけるっていうのが、まあ一応の目安になっているって言われています。で、ただし、あの、63とか57とか普通はないですね。大体のまあ目安としてですね、あの、一応この突っかかり引っかかり答えて、で、それで、えー、まあ誘導に乗っかって、ちょっとわかんないことがあったとしても、一応まあ誘導に乗っかっては答えられましたと。 であれば、えー、プラマイズルで60点になります。で、えっ、ー、と、ちょっとこれいいねっていうふうな、ちょっとこう、なんか、よくできたなっていう心象があるときは、えー、プラス1で61。相当失敗したなってとは59。だいたいそこに落ち着くんですよ。で、さらにそれを超えて、これすげえなってならないと、60にはつかないんです。だから多分63とかつくのは本当もう、 亀レベルというかですね。多分まあ、あの、まあそれこそ受験生。まあこの400人いますけども、470何人か。あの、そのうちの多分ほんと1人2人とかぐらいのレベルでしょうね。ちなみにですね、えっ、ー、と、まあ、あの、今回ですね、えっ、ー、と、口日のあの、再現、あの、私乗っけてますけども、私がですね、あの、121だったんですよ。ということで、あの、 ま、間違いなく今後62点は絶対ついてないですから、61と60。だというふうに私は推測してます。まあ、もちろん、あの、科目別に出るわけじゃないので、あ、ちょっとこれは推測なんですけども。で、まあ、これも推測ですけども、おそらくというか、刑事が61で、えー、民事が60。です。ですから、えっ、ー、と、今日ちょっとですね、もう、あそ、残り時間、もうあと10分くらいになっちゃいましたんで、あの、全部は無理なんですけども、おおむねですね、 あの、目安として、ええー、ま、実際私が受けたこれで、こんぐらい答えてれば刑事で60点がつく。で、多少こんぐらいミスっちゃっていても、民事で、ええー、60で、ええー、なんとかなると。いうことをですね、あのー、知っといてください。ですから、意外とですね、まあ、ちょっともう、なんでしょうね。受かったからもう笑い話になりますけども、意外と私もですね、ポロポロミスってるんですよ。あの、刑事なんかでも、ちょいちょいなんか、 あの、あれっていう時ありますけども、見返してみればですよ。ただ、まあそれでも61はついてますんで、まあ、あの、まあこのレベルでいいんだっていうところで安心してください。一応ちょっと見ときましょうか。えっ、ー、と、ちょっともう残り時間10分ぐらいしかありませんので、まあちょっとこれはもう半分なんでしょうかね。あの参考資料というかお土産というかっていうところで持っといてほしいんですけども、えっ、ー、と、 民事の方ちょっと見ておきます。まあ、意外と刑事はよくできてる、よくできてるというか、まあ、それなりにこなせてるんで、ちょっとこっちでですね、あの、これぐらいやばく、やばくても60ってところちょっと見ておきましょうか。えっ、ー、と、まず、あ、あとごめんなさいね。えっ、ー、と、これ26年のやつなんで、あの、令和2年施行の、4月1日施行の、あの、今の民法じゃないです。あの、旧民法ですね。そこだけちょっと、あの、ご留意ください。まあ、あの、ちょっと雰囲気というか、 大体こういうふうなものでなされるってところだけ。えっ、ー、と、まず、あの、さっきお話しした通り、えー、まずノックして、で、あの、ドア開けてというところですね。で、えっ、ー、と、まあ、まずは、あの、失礼しますということで、あの、中入っていくんですけども。で、この時に、あの、人物を特定しますと、えー、それ絶対ダメだっていうことになってるんですよ。なので、何室何番っていうふうに、 あの、必ず番号で、あの、話をして、名前を名乗っちゃいけないっていう、あの、そういうルールになってます。で、あの、まあ、就職面接じゃないので、まあ、マナーがどうとかはですね、まあ、別に減点対象になりませんけども、まあ、だからといって、まあ、あの、主作副査のですね、なんか心証を害しても、まあ、いいことありませんので、まあ、最低限礼儀をちゃんとですね、あの、まあ、座ってって言われたから座るとか、 ま、座るときは失礼しますって一言声かけるとか。まあ、一応最低限の礼儀は守っておいてください。で、あとですね、あの、刑事の場合は、あの、こういったパネルとかないんですけども、民事の場合は大体あります。まあ、もちろんごく稀にですね、あの、ない時もありますけども。まあ、普通はま、通常の問題であれば、パネルが与えられて、で、こんな感じで。で、えー、この事案の説明するってことで、えー、主査が、あの、つら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 こう喋るんですね。 で、この時にメモとか取れないんですよ。なので、あの、本当にもうですね、あの、記憶力をフルに発揮ということになります。で、今回ですね、えー、どういう案件かと言いますと、A の代理人で、まあ、弁護士 P ついていて、で、B がいて、で、C がいて、代理人で弁護士 Q と。まあ、これがパネルですね。で、主査の説明。え事、ー、案の説明として、A が B に修理のために預けておいた壺を、 B が勝手に C に C ったとで、今、C が占有している。じゃあ、この時、A の代理人 P だとしたら、C に対してどういう訴訟を提起しますかと。まず、これが、あの、質問ですね。まあ、ここから、まあ、スタートするんですよ。まあ、そこから、また、あの、いろんなバリエーションといいますかね。あの、要件事実はなんだとかですね。わーっとこう入ってくるわけですけども。 で、正直ね、私ね、これあの、今見ても相当ボロボロなんですよね。じゃ、まずあの、答えですね。まあ、多分皆さんもこれは、あの、スッと書いてくると思うんですけども、あの、A と C の間に契約関係がないので、所有権に基づき引き渡し請求と。まあまあ、これは当然普通に、あの、頭の中にふっと浮かぶかと思います。で、あと、あの、また後に控えている、あの、口述のですね、あの、徹底対策講座。 あの、最新の過去問使ったやつでもですね、あの、ちょっとまあ、そろそろ補っていきますけども、一言ですね、あの、答えるときは、一応一言理由は言った方がいいです。あの、もちろん、あの、一問一答になるっていうのが、この口述の大原則なんですけども、一問一答でまあサクサク進めていくというのがですね、あの、口述の大原則なんですけども、あの、理由がないと、 なんかの時にですね、主査も誘導しにくいんですよ、すごく。で、正直私も、あの、まあ、結構な年数、あの、予備試験の、まあ、レックでですね、あの、口術の模試を実際に、ま、担当してます、してますけども、あの、一言理由をですね、受験生の方が言ってく、言っといてくれると、あなたはそう考えるんだろうけども、まあ、もうちょっと違う、こういうふうな考え方は、とかですね、な,なんか、すごく誘導がしやすいんですね。まあ、なので、 あの、一言理由はつけた方がいいです。まあ、今回であれば、あの、契約関係がないから、所有権に基づく引き渡しの請求だとか。で、ちょっと正直私ですね、もうこの時点で結構な緊張状態あったんで、えっ、ー、と、ここですね。えっ、ー、と、主査がそれだけですか他に何かって言われて、で、この時の、えっ、ー、と、私の心の動きとしては、いや、でも、壺取り返したいんでしょ って言うんで、他に何かあるっけっていうところで。で、それで、えっ、ー、と、まあえー、C がですね、あの、訴訟継続中に壺処分すると、あの、執行が、まあ、これダメになっちゃうんで、えっ、ー、と、保全もって一応言うんですけども、で、主査がですね、要はここで、要は私,私、あの、点々点で書いてますけども、主査がここでちょっと遮って、あの、いや、もう今、売ったの話だから、保全は後で、みたいな。 で、そうすると、えっ、ー、と、私もここでパニックになっちゃってるんですよ。もう全く追い込まばないと。いうことで、多分どんぐらいですかね。あの、それなりでも沈黙して、いや、ちょっとみたいな感じで、なんかもう答えられないっていうのを相手に言うと、ここで助け舟が出てきて、えー、壺が回収できなかったらどうするのって言われたんで、 ここでようやくああ、じゃあ、代償請求ですっていうのが出てくるわけですね。まあ、確かに言われてみれば、まあ、なるほどなんですけども、ちょっとね、これ聞き方がすごく意地悪だなと思うんですよね。だって、今ここでじゃあ、壺を預けた時に、あのあ、買って売られちゃった時に、今持ってる人に対しては、え所有権でまあ返還請求ね。他にはって言われても、もしも仮にじゃあ回収できなかったらこうします、みたいなですね。その、 試験なんでね。聞かれたことに答えるのが試験なんで、もしも彼にこうだったらこうしますみたいなですね。そこまで受験生に先んじて答えさせるのはどうなのって気はしなくもないですけどね、今、振り返ると。まあまあ、ただ、あのもう、あの、そういうふうな、あの、聞き方されちゃったんで、過去問、過去問というか実は私がですね。まあ一応そういうふうなこともあるので、まあとにかく、あの、落ち着いてと。あの、答えられないときはもう、 ここ、私、沈黙が良くなかったと思うんですよね。だから、沈黙せずに、わかんないときは、ちょっとすいません、とか、もう、早めに言っちゃった方が、えー、この誘導がもっともっと早く出てきます。あとは、まあ、あの、代償請求って言ったら、ここからバリエーションが発展というか、あの、じゃあ、えー、代償請求の訴訟物は、みたいな、いうことになるわけです。で、正直、ま、ここでもう私、もうパニックになっちゃってるんですよ。 あの、皆さんにはもうパニックになるな、みたいなこと言ってますけども、あの、当の私はですね、もうやばい、やばいなっていうのこところで、あの、だんだんなんか、あの、わけわかんないことを答え始めてですね、えっ、ー、と、不当利得としての、とかですね。で、まあ、ここでもまた、あの、主査が遮って、えー、不当利得みたいな、えー、聞き方されて、で、正直これね、あの、あんまり書きすぎたらちょっとどうかなって思ったんで、あの、これぐらいにしといたんですけども、あの、 皆さんですね、意外と、あの、誘導してくれるんですよ、主査って。あの、ここで不登利得ってところに留めたんますけども、あの、主査がですね、不当利得って聞い,た聞いた後で、ちょっとわあの私答えられなかったんで間が空いて、その後で、ふうってい、不当利得、間が空いて、ふーって言われたんで、不当利得じゃなくて、大乗正規の訴訟物になりそうなやつです、ね、 不から始まるものって言ったら不方向しかないじゃないですか。というわけで、ああ、じゃあ不方向ですね、みたいな。あの、それぐらい、割とですね、なんかもう、できるやつみたいな感じであの、誘導してくれますんで、あの、とにかくですね、あの、主査の誘導には乗っかっちゃってください。あの、他の、まあ、いろんな再現とか、まあ、当然あの、まあ、年しまし、あ、見てますし、あとまあ、受験時代にいろんな友達にも聞きましたけども、 いわゆるなんか、会社の就職面接でやるような、誤誘導ですね。あの、引っ掛け誘導。要は、主査の方からこうじゃないのって、あの、誘導しといて、そうですって言ったら、いや、違うよ、みたいな。なんかそういう誤誘導っていうのは、あの、やらないです。あの、見たことないです。なので、あの、主査が、こうだよねって言ってきたら、もうわかんなくてもいいんで、はいって言ってください、もう。それが一番いいです。あの、 あくまでそれっても、とりあえずもうこれでまるでいいやぐらいで、もう次に行きたいっていうのが、それが主査の,あの考えなんで、そこでいや違います、こうですみたいなですね、あのなんか議論吹っかけるとか、あの、なんかそこで、あえて助けるの突っパねるとかですね、あの、それ絶対ダメです。あの、そういうことをやる人が、あの、マイナス評価になっちゃうんですよ。ですから、とにかく、誘導で、あの、答えられれば、プラマイゼロでなんとかなるんで、 あとはまあ具体的にはって聞かれて、え、所有権侵害する不法行為っていうところで、え、もう、ここでも私まあもうこれ落ちたなぐらいにしか思ってないんですよね。で、そっから、あの、じゃあ都合の引き渡しと代償請求を並行するならどうなるって言われて、ようやくここでですね、あの、覚えてるところになって、まあ典型論点じゃないですか、この辺って。で、そこでまあ理由はって聞かれて、あの、これこれこうですっていう。 いうふうなことを答えると。でちなみに、えー、と答え方としてはですね、あの本当も基本的に、まあ、ちょっと繰り返しですけども、えー、どういう形態になるかって言われたんで、コロコロこういう形態です。で、理由聞かれたら、コロコロこういうふうなものですというふうに答えると。まあ、ここでまあ一言理由言ってもよかったんでしょうけどもね。まあ,あの一応原則としては、まああの、 どういう形態かって端的に聞かれたらパパッとこう答えると。まあもちろん一言理由ですけどもさっきみたいにですね。あの全然何の問題もないです。ですからまあ感覚的にはですねまあ一応こういうふうにどういう訴訟を提起しますかみたいな若干幅のある聞かれ方したら一言理由言ってこれみたいな。で端的にまあ ピンポイントで聞かれてるなら、まあ、ピンポイントで答、あの、結論だけとか。いうのが、まあ、一応理想は理想ですけども、まあ、そこまで多分本場の余裕がないので、まあ、それでも全然、あの、区別しなくても全然問題はないです。だいたい意味わかりますかね、これで。あと、まあ、そんな感じで、えー、コロコロこうだよねって言われたら、もうとにかくもうはいで。あの、いわゆる不可疑問文と言いますかね。えー、こうでしょって言われたらもう、答えははいしかないです。 あと、意外とですね、えっと、細かいですね。え、これは所有権に基づく壺の返還請求の要件事実ま。また要件事実になりますけども、これ絶対出ますけどもね、要件事実は。だからちゃんと勉強しておいてほしいですけども。えっと、まあ、あの、当然所有と占有なんですけども、そう、ここね、私がね、あの、言い間違いというか、口が滑ったというか、ここですね。A がツボを所有していたことと、 えー、現在都合占有しているっていうことで、ここちゃんとまあ当然突っ込まれちゃうんですよね。あの、所有占有ですけども、あの、当然所有しているでですね。だからこういうところもちょっと細かいんですけども、あの、突っ込まれるんで、まあ特に要件事実は、あの、本当細かく、あの、きっちりと覚えてください。 あとはちょっともうあっという間ですね。あのもう30分過ぎちゃったので、まあちょっとこれぐらいにしときますけども。あとはまあ、あの細かいところは全部、あのまた、あの徹底対策コードで話をしますけども。だいたい雰囲気わかりますあの本当にもうですね、あの、98%番受かるんで、もう緊張せず、前の晩よく寝て、で、体調整えた上で、あのもう細かい知識なんか詰め込まなくても結構です。わかんなかったらもう全部誘導に任してあって、ぐらいで、受かる試験ですから。 だから98%受かるんですよ、本当に。まあ、90、平均すると95、5、6%ですけども。だから本当にもう、あの、リラックスして、あの、自然体でいてください。正直、あの、論文に受かる人だったら、知識としてはですね、ちょっとくらい本番から抜けていても、あの、なんとかなりますんで、聞けば思い出しますから。それよりも体調不良ですね。寝不足とかですと、あの、頭が回んなくて、あの、うまく答えが、要は会話ができないってことになりますから。いいですかね。 じゃあ、あの、ちょっとまあだいぶ駆け足になっちゃいましたけども、あの本当にもう、あの予備試験ですね、あの、受かってマイナスになることは絶対ないですし、あの本当にも就職とかものすごい有利になりますから、あの、とにかくもう、あの最後ですね、まあ直前まで頑張って、あと前日、前々日ぐらいはゆっくり寝て、体調整えて、まあ特にまあまだ5類になったとしてもコロナとかありますからね、あのそこは十分注意をしてください。はい、えー、じゃあ、ガイダンスとしては以上です。お疲れ様でした。